ぱりあっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ寄るんだよね途中、まあ、なるべく寄らないようにクマのお猿とあそこ通るのよ。赤ちゃんの そ, うそれだけでやっぱり10時半あそこで分かるんですね。あそこで分かるんですよ。クマとこ通ってでも、うん、そうもうクマとこ通ってそうそうそ う, そ う, そ う, そう楽なんで、それで帰りはトムと行きながら、うん、そうそうそう東京は赤子多いですよね。多いでね、あの女の子がね気の強いのが多い。だってもう絶対にさ、あの今フランケンお父さん一緒じゃない、うん、ね、ほんとリーファーがいつもかけて今一緒に出てるね。ね、水曜だから先週の木曜からだ。あ、木曜日なんだ。うん、水曜日に練習して大丈夫なら木曜から出すみたいな、うん、そしたら来たら出てたから、うん、あそうなんだ、だって前もそうだったの。その代わり子供にもうね追い詰められるんだよ、フランケン。前の子供の時だったあともう木の枝のこう、これは思ったんですか、先端もうそこでこうやってたよ、来るんだから。でしょ、今日はね、いや何やってる、もう一回あ、癒しまた取り戻した。あれは誰でしょ、悔しがって悔しがって、そうやって悔しがるのね、あの子体全体で悔しがるね。そうだから私だってあんなにさ、あれ一気にやられたって向かっていくもんね、うん、あれは気は強いよ。あれ誰が出てたの？あ、知らない。最後誰だ？リキちゃんが最後だったから、私向こう行っちゃったからね。その後もしかしたらリキがこっちから来たからリキかもしれない。カウリをやってた、コン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 やってたのかな？なんで全然じゃないの？食べたのはね、ほとんどあの。うん、それで亡くなったから、うん、今度向こうへ探しに行ったんだよ。そしたらまだマヘさんちゃんのチェリーやな、あれね、あれね、あれね、これだもうダメやろ。あ、キスキレイ逃げるかと、なんだろう、キスキレイ、キスキレイかな、とあれ鳥、うん、あのグレー、グレーで背中がグレーで、お腹がグレー、あれがなんだかね、多分キスキレイだもんね。あの尻尾が黒くて、さ、この尻尾が黒いのはよく入り口のところにいるんだよね。あ、それ多分白セキレイ。ね、なんかそう、室内で行ってちょこ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 あるけど。あ、それ白セキレイ。あ、やっぱセキレイだ。セキレイか。セキレイって想像ねっていう名前のような感じがした。そう、その黄色いのは見てない。あの子はよく見たな。あれ可愛くてね、つい撮っちゃうの、さあ、その短期早いのよ、本当にこちょ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 こ歩いてね、その可愛いなそうだね、だいたい庭で見ることが多い、ね、千葉の時中なのに、どこ行ったんだろうと思ったらあっちにいたみたいね。それでもうちの方へパーッと飛んできて、あ、鬼かぶってる。ジュリーさん。え？本当だ。あ、リキだった。リキだった。リキだ。リキだったらでも中見えないんだ。中見えないからいいじゃん。ジュリーさんかぶってるみたいなんだって。うん。あ、顔出てんでしょ。そう。ほら、リキが全然。うん。いいじゃないいいじゃないいいじゃない、それで、うん、ジュリーさんがかぶ、ジュリーさんがかぶった。あ、すいません。なんかちょっと待って待って、虫がちょっとダメ動いちゃう。あれなんかね、違う、ちょっとくっついちゃってるよ。これね、今こうやっても取れないの。ほら。ほら、見えないでしょ。取ってもらえば。私がね、今やってもね、こびりついてんの。後で後でして、何あれ、ここにいれば何かしらくっつくよね。ひきちゃんが一生懸命まだあそこで、そう
探してます。まだ向こう続いてます？うん、終わった。今は段ボールで遊んでない。遊んでない、うん、なんかトラマの方さ、うん、これ面白いね。この頃全部か、今日はあんまりあれだもん、寒くないから隠さないね、風でも寒いですね。寒すぎると、あ、でもレッサーの頃からに比べれば、あ、そうレッサーから震えて帰ってくるとこあったかいもんね。今日はレッサーあんまり長くいなかったもんね。あれ、ルキちゃん、なんか持ってる、なんかね、ペットボトル持ってる。え、またペットボトル持ってるよ。じゃあ誰が持ってる、あそこにあったのか。ペットボトルじゃないか、違うか。ホースじゃない、ホースよく買うよ。